レイラです。今日は書いた月見子さんの詩を読んでいきたいと思います。昼、匂いのする田、時々鳴くカエル、百姓屋の煙、暑い暑い、わら積んである、そば通ったらまだ稲の匂いが残っていた、麦畑、今朝雪をかぶっとった麦畑、まだ雪の匂いがするようであった。夕日、海が夕日に光っている、木の葉も夕日に光っている。ご清聴いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、コメント、高評価ボタンいただけたら嬉しいです。ではまた、レイラでした。